週のジグザグテレビジョン、おもひで。どうも、今朝まだ何のおもひでかっていうとだな、あれですよ。どうすんね。あれです、呪い百物語ラズパラドックスへの階段、なんともう95話も終わり。君たち思い出あるだろうっていうことで、この思い出映像始まりました。思い出映像は別に流さないですよ。はい、どういう公演があったかっていう話なんですけども、映像がついてないよ。はい、一番1話とか知ってますか、覚えてますか。1話、はい、楽しかった。どこで何をやったとか覚えてませんか。とりあえず、はい、1話は、あ、思い出した、第1話、はい、楽しかった第1話、でも第1話でも緊張した。 XYG2A さんとのと誰かとのパンドラだよ、パンドラ、パンドラ、パンドラだよ。そのスリーマン公演、スリーマン公演、あれスリーマン公演じゃなくてね、イベントらしいよ。イベント、ちょっと紛らわしい、あれはね、イベントなの。紛らし、あ、ごめんなさい、ね、愚痴ちゃって。あの、そうか、そうか、スリーマン、どうでしたよ。みんなどうでしたよ。緊張したね。なんか緊張してたって師匠に言われたね。うん。うん、死亡者の死亡者にお前たち、青かったぞ、的なこと言われたよ。で、その後1話が終わってから、しばらく、その XYG2A さんの、オープニングアクトとして、うん、パンドラと共に、全国津々浦々、うん、北は、千葉、西は、広島まで行ったわけですけども、やっぱり一番遠いのがやっぱ広島ですもんね。でも広島なんてさ、カップラーメンの思い出しかないよ。なんで？え、だって広島ご飯食べた思い出しかないよ。ご飯何食べたの？カップラーメン、あのシーフード、ほらあるじゃん、ヌードル、ヌードル、ヌードル。わかんない。広島行くのあれですよね、ちょうど公演の前日のお昼ぐらいにこっちを出たのかな。確か10時半に待ち合わせだったよ。こっちを出て、うん、でずっと高速をひた走り、そうそう、途中でゼッさんがあのハロウィンを熱唱し、あー、どうなんだっけ、ちょっと歌ってよ、どうなんだっけ、ハロウィンの、ハロウィンだっけ、移民の歌じゃなくて、デンデクデデンデデンデクデデンデデンデ、それハロウィンじゃないじゃん。それは移民の歌だよ、レッドセプリンだよ。待って、ハロウィン、何のハロウィン、アイマーラーイズハロウィン、なんでやねん。これのハロウィン、ウィスイズハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、あのね、春だったと思うんだよ。ああ、だからハロウィンなんてこいつ早いな、気が、自分が誕生日近いからってな。まあとにかくそうやって、で向こうに着いたのが12時夜中くらいだったね。すごい広島についての思い出をすごい語るね。まあ広島は確か初めてね、行った地だったからってあるよね。そう、なんかあれだよね、こう大阪をさ、うん、越えるっていうのがさ、うん、初めてだったからね。いつもはあの降りるあの太陽の塔をさ見て、そのまま行くというね、うん、で広島の、うん、広島の思い出は結局カップラーメンなんですか。あのね、それでね、そうそうなんだよ、それと、うん、なんかそう、それとそうって何やねん。とりあえずそこで泊まったベッドが寝づらかった記憶。ベッド泊まったっけ。泊まってや、泊まらなくてどうすんだよ。お前は泊まったのか。お前は泊まってない。一人車中泊行ってたんですか。ハロウィンだから、ハロウィンパーティーってあれでしょ、女の子と落ちたんでしょ。ハロウィンパーティーですか。どこ、え、広島。お前待って、今何の話してると思ってる。話に参加してるのか。まあやっぱ寝てんだろ、寝てるんだろ、やっぱりこれだろ、いつももうこれだ、お前は。あれか、みんな出かけて俺一人だけずっと部屋にいた時か。それは違うと思うよ。多分ね、それは神戸じゃないかな。神戸か。神戸でお前なんかさ、なんかさ、あれだよ、バラエティ番組見ててさ、やだ、蜜綺麗だわとか言ってた。そんな思い出しかねえよ。帰ってきたらお前一人寂しくゲームと断蜜見ながらさ。なんか私、そうそう、あれだ、あの私がなんかお寿司もらって、お寿司と水を交換しようっていう変なおじさんに会った時だ。それ神戸？そう、神戸。それ神戸で。ああ、言ってたね。で、なんか
私は確かにその時、呪われし死亡者たりともお金がない時もあるお金がなくてだな。で水を持ってフラフラしてたらおじさんがちょっとその水とこのマス寿司買えないかって確か言ってきて、すっごく買いたかったけどやっぱりお断りするよね、怪しい人からの食べ物は。それからさ、もしかしてサリンとか言ってたらどうしようとか思い、なんでサリン、サリンって、いや毒っていうとさ、サリンかさ、あれじゃん、なんか塩酸、塩酸、塩酸って何、カレーに含まれてて、ヒ素だね、あ、そうだ、塩酸じゃない、ヒ素だ、なんだろう、物を知らないのに喋るんじゃないで厳密に言うとサリンだったらもうそこにある時点で死ぬし、そう、サリンではなかったんだけど、とりあえず Z がなんか断蜜とご飯、断蜜とご飯、分かった分かった、あとあれだよね、岡山とかも行ったよね、あれ岡山、なんかリーダーが酔っ払っては俺ら3人外に締め出されたって思って、あれ神戸、あれ神戸だっけ、うん、神戸の方にしかないのこちら神戸で私あのトリスのウイスキーのボトルを持って、うん、厚みになったらふざけんなよ、え、ずっと持ってたじゃんトリスの、うん、瓶を、どうだよ、あ、これ寝てるけど、うん、持って、うん、で毎晩、うん、あの確かに飲んでハイボールを作って飲んでたね、どう確かに飲んでた、うん、でもあれだからね、神戸で酔っ払ったのは私じゃなくてうちのスタッフだからね、あれひどかったな、あいつの話題は好きねえよ、あの日はあいつはひどかった、ね、別に私はそんなに酔っ払ってないからね、壁をバリバリしてたくらいひどかった、あれ神戸だっけ、あれ神戸だね、でその次の日、あれだよ、方が一番酔っ払ってたからね、まあ確かに、でその次の日あれ、あそこで滋賀に行ったね、滋賀バリハリ、バリハリ、いや違うよ、中身で大阪があるじゃん、とりあえずさ1話2話3話ぐらいでも話が終わりそうになってる大丈夫濃厚なんだな、それじゃな、あ、神戸は違うわ、神戸じゃないね、神戸じゃない、神戸は一人で中華街を食いに行ったっていうけど、それお前の思い出だよ、なんかさりげなくさ行くんだよね、この人、そう、さりげないんだよ、エヴァさりげなくちゃんと、そう、知らない間にさ、知らない間にブイローとかも買ってきてるし、いや、お好み焼きは食べてないけど、何かしらなんかね、なんかはやってる、でもね、でも広島の時ね、あの早起きして広島駅まで行ったんだよ、誰が、私、うーん、で、広島ビールがあって、うん、私はとりあえず広島はカップラーメンの思い出しか本当にないよ、てか、そもそも僕、この遠征中、この最初の方でずーっと毎日違うコンビニの海苔弁ばっか食ってた、あ、わかるわかる、昼は基本海苔弁だった、私も違うコンビニのカップラーメンとか焼きそば、たまに焼きそばにするの、お湯捨てるタイプ、あー、たまに焼きそばにするの、食べ物の話ばっかやな待って、そして何もこの話身がないし、身がないね、あれだよね、最後が名古屋だったんだよね、エルフィッツオールで、あの時は私がもう一人になりたいマックスだった時だ、あ、そうで、以前に名古屋、その、うん、カップリングのツアーの、あのオープニングアクトのツアー、そう一旦戻ってまた行ったんですよ、そうはい、というわけで、XIG ちゃんとのカップリングツアーが終わり、うん、その後は、寂しくその後寂しくそうで、ずっと行って25話、あ、25話何があったんでしたっけ、あれだよ、中田がいい、なんかあの大雪男のそれ50だよ、25はあれだ、喧嘩したね、そう喧嘩して他のバンドに加入したけど、いや、なんだかんだジグザグしかないねっていう、で、そして Z のホモ疑惑が立った日で、そうあれたまになんか書かれてるっていう話聞いたんだけどたまになんか SNS とかで書かれちゃった聞いたけど、本当に困ったもんだわ、困ったもんだ、ホモなの実際のところは、いや、なんでホモちゃうで、それは違うんだ、うん、違う、なるほど、ね、ノンケやで、ノンケ女の子好き、とりあえず第1話、まあ第1幕、この思い出の第1幕これにてちょっとお時間もね差し迫ってるので、とりあえず一旦締めようと思う、それでは一旦 CM でーす。
あいちゃうプライム。テテ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 テ。というわけで、25話、26話以降はまた後日お楽しみに。